今回から3回にわたり、公共活動のほかに道はなしと題しまして論じていただきます。ゲストをご紹介します。東海大学非常勤講師で京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授の青木康樹先生です。青木先生は、経済学者はなぜ嘘をつくのかを重視されており、経済の語源が世を治め民を救う形成催眠であることすら知らない経済学者に騙されるなと警鐘を鳴らしています。もう一方は、このほどスーパー新幹線が日本を救うを上司された内閣官房参与で京都大学大学院教授、レジリエンス研究ユニット長を務めている藤井聡先生です。世界的に広がる経済危機はロングランスタグネーション、つまり長期停滞に入っています。資本主義は断末魔的な状況を迎えており、長期的な視野で見ると公共的な枠組みの構築が今後の日本のあるべき姿ではないかということで、公共投資の時代に何を備えるべきか、本質的な議論が展開されるかと存じます。それでは先生方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。藤井先生、はい、なんかね、安倍内閣は3本の矢で、はい、1本目の矢がインフレターゲット論ですが、イギリスの EU 離脱のこともあってね、はい、円安がストップしたのみならず、円高傾向に入って、はい、どうも1本目の矢は折れた。それどころかね、なんかマイナス利子率などというね、資本主義が将来投資をしても収益がね、見込めないと、それで資本主義の今断末魔的状況、ね、多分1本目の矢を言ってた人は、あの安倍内閣の主演からもう姿を消したんじゃないかと、と僕は予想してて、第3の矢が規制緩和でイノベーションで成長戦略と、仮にそれがうまくいってても、実はイノベーションの結果どんどん独占体ができてですね、アメリカで言えば 0.1% の人間がですね、その年に上がる収益の半分以上も持っていくという、国内の労働分配率が減りますので購買力が減っている。故に第3本目の矢を主張している人たちも、もう安倍内閣から姿を消しているのではないか。で、残っているのは公共投資、インフラ投資、国土強靭化を言ってるあなただけじゃないのかと勝手に想像したんですけど、はい、どうなってんの？まさにそのように私も感じてはおるんですけどね。アベノミクスをこれから展開していくにあたって、金融緩和をさらに追加緩和をやらないといけないという声も出てまいりました。国債がどんどんなくなってますから、あと2年ぐらいで国債全部なくなるはずなんですけど、これ以上追加緩和するっていうのもね、どっかで、限界が来ることはあるんじゃないかと思う。景気が良くならないのは構造改革が足らないからじゃないかという声も非常に多くて、で一方で財政政策をしっかり進めようという先生が今おっしゃった、この道しかないんじゃないかと思われる方向で行こうとすると、緊縮財政をやらないと財政破綻するんじゃないかということで、なかなか先生がおっしゃったような方向かどうかというのは、そうか、じゃあ、あなたはまだ安倍さんの周辺では孤立してるんだ。 いかがでしょうか。情けない。ただですね、こういうような状況の中でもやっぱり第一の金融緩和に限界がみんながなんとなく気づいてますし、うん、で構造改革も確かに必要だろうけれども、それだけやっててもやっぱり難しいんじゃないかという財政政策を求める声はどんどん強くなってるのは間違いない。まあそれはそうですよね、はい、ただ他の方々がいなくなったというわけではないという。この前の西島サミットでもあれでしょ、最も重要なテーマはこの財政出動、はい、具体的に言うと公共投資ですけどね、はい、それに各国勢力を傾注注いで、はい、行かなきゃいけないというのが、はい、まあ唯一積極的な同意点ですよね。 そこでこういう共同宣言が出されまして、質の高いインフラ投資の推進のための G7 伊勢志摩原則と、これを軸にですね、世界中で投資を拡大していき、縮小しつつある需要というものを拡大していこうということは、 G7 でもかなり重要な案件として、議論され、共同宣言が出されているんですね。
ただそれでも報道はほとんどされてないと。そういうふうにして自分の言ったことをあれですか、実行する気がないっていうのはやっぱり日本政府が一番目立ってますか。安倍総理もあの G7 の前に、ヨーロッパに行かれて、うん、各国と財政政策の共同、うん、国際協調をやろうということで調整をされるぐらい安倍総理は非常にそこは積極的な、うん、ご発言をされていると、うん、一方で実際の国債発行額というものの赤字額というものを見ますと年々縮小してきていると、うん、これは先生やっぱりこれは超絶な緊縮状況にあると解釈できる状況だと思うんですね。そうですね。マイナス金利などということはですね、うん、まあ、資本主義の死というふうに捉えられるわけなんでありますが、金融政策の限界があらわになったにもかかわらずですね、すんなりとこのアベノミクスの第二の矢である財政出動にみんな人が向かわないのはなぜかと言いますと、うん、第三の矢のですね、成長戦略がですね、まだ残ってるんですね。素晴らしいね。いわゆるグローバリズムの、うん、を進行させようという勢力が残っておりまして、うん、そのグローバリズムをこう推進する人たちは反財政主義なんですね。そういうような結果があります。政官は、ね、民間の主体的活力に任せようと、政府は小さい方がいいと、ね、財政出動は役に立たないという、うん、まあ、これは10年前の話ですけども ね、その余韻がまだ濃く残っていて、はい、ここまで嘘話が平成に入ってからでいうと28年間も嘘話聞かされてるとね、うん、もう生きるのが嫌になってくるというね経大学で利子率のことを愛で表すことが多いでしょ、うん、これ金融資産に投資すればで実物資産に投資するとね R というリターンが見込まれる、これ期待収益ですけど ね、それからこう実物はあのインフレがあるとしたら π 今 2% 目標ですよね、うん、はいはい、π この 2% 儲かるとこれねこう市場マーケットメカニズムが働けば金融資産に投資するか実物資産に投資するかでこれは均衡するだろうと、うん、ところがねこれをマイナスにするってわけね。でこれですからこれもこっち持ってくれこれもマイナス2でしょ、うん、ってことはこの期待収益がねマイナスこれはマイナス4かマイナス5かしら、うん、マイナス4ぐらいにしておきましょうか平均でね経済の投資をしても収益はマイナスであると、はい、ところがそう簡単に言えないのはこれ平均でそうなんですね。独占体はイノベーションに先行して勝利した藤井君は独占理事を貪るわけですよ。それで巨大独占体を形成してね、最終的にはでも購買力がないでしょ。つまりあの民間の先ほど言ったように購買力は賃金が増えませんからね。でまず外国に売るんだけど外国も限界があるでしょ。そうすると最終的にはね結構政府を動かしてね、もっと言うと戦争をやると、はい、仕掛けるいい本当そうなってるの。世界中血生臭い状況で至るところでそれに反発するテロも起こってますけどね。そんな風にして成長戦略のね日本の矢はしかもこのマイナス利子率で言うとね、だから民間は平均で言えばね期待収益があれですからマイナスにしても期待収益はもっと低いんですから借りないわけですよ ね、 そうですね。借りたってどっかにどこもパナマに持っていくの借りて、まあね、特にマイナス金利というのは、まあ、金の貸し借りというのは現在の金と、まあ、将来の金の交換でありますからね、うん、当然のことながら例えば現在の1万円と、うん、まあ、1年後の1万円交換しましょうといったときに誰も交換しません、うん、なぜかといったら不確実があるからですね。ですから今の1万円の方が1年後の1万円より高いんですね。ところがマイナス金利となりますとね、今の1万円とですね、まあ、あの将来のこの1万円以下これをですね交換するとかそういうような話になってくるとですね、金を貸す人がいなくなるということで、それがまあ資本主義の死と言われていることだと思いますけれどもね。明日来年もっと1万円は何が起こってるかわからないインフレが起こっているかもしれないしパニックが起こっているかもしれない。その不確実性がプラス利子で表されるはずなの。それがマイナスにしてしまうということはもう世の中でんぐり返ったという証拠なんですよね、はい、そういう意味で政府内あるいはマスコミの中での空気は日本においてはまだ緊縮的なところが強いかもしれないんですけど、うん、日本だけが低金利ではなくても世界中今ヨーロッパを中心に低金利になっている状況でも公共の投資以外に道はないとそうでしょういうことはもうコンセンサスを得られつつあって、ですから平均で言うと、ね、うん、今や、ね、マイナス利子でそれでもいいんだけどそれを、ね、政府が借りてですよ、うん、ってことは国債を発行してそれでもってねいわゆる公共投資もしくはもっと広く公共活動ね、はい、それちょうど1930年代がそうだったんですけど ね、 そうですね、それと似たようなそっくりな状況が生まれてきてるのにね、はい、
今みんなして時代錯誤の中でね、はい、昨日一昨日まで言ってたことをピーヒャレピーヒャレ言ってるんですよ。もう僕が IS だったらもうIS ありませんけどね。IS とは少し違いますが、あの例えば民主主義からかなり距離のある中国では、例えば今みたいな議論に基づいて、あの中国の執行部の首脳が、あ、そらそうだということであればすぐ投資を始めるということで、彼らが今やっているのは34兆円の交通インフラ投資を、年間34兆の交通インフラ投資を5年間やるということを公表しています。それとともに、あの中国を中心としたアジア各国、アフリカも含めて AIIB、 アジアインフラ投資銀行を作って投資を加速しようということで、今この世界状況の中では普通に考えれば公共投資を拡大していくと、しかも低金利ですから、今借りた1兆円が将来も1兆円、あるいは9000数百億円になっている。これやらないのどうな、もういつやるの、今でしょみたいな。それが成功してインフレ率が3%、4%になってきますと、今1兆円借りると10年後20年後1兆5000億とか2兆円とかになってしまうわけですから、これ今やらないのはありえないですよね。じゃなくて中国は今投資を拡大してますし、あのサンダース、あのアメリカで社会主義と言っているサンダースも100兆円規模の民主党の超大型と、まあ第二候補だった人、アメリカのと言ってますし、その対抗のトランプもこれまで大統領選に出馬した誰よりもインフラ投資のことを理解していると自ら豪語してインフラ投資をやると言っているので、中国アメリカは投資ガンガンやるということを、まあ、両方ともおっしゃってるわけですよね。ここでやらないっていうのは確かにありえない選択だと。僕ね、新聞も雑誌もろくに読んでないんだけど、僕の大雑把なのでは、政府のいわゆる財政赤字、はい、っていうのは役人どもがね、財政赤字のことばっかり言うでしょ。でも大体あの1000兆円だって言われてるでしょ、ね、財政赤字さ。でもね、これの全てじゃないけど、これはあれでしょ、現在世帯が未来世帯からの借金ですよね。このうちのどれぐらいか誰も言わないけれどもね、未来世帯のための公共投資に使われている分が、もう低めに積もって半分にしましょうか。もうこれ半分は本当に低いんですけどね。そしたら実質ね、現在世帯が未来世帯に付けを回して、要するに飲み食いして使っちゃったっていうのはね、どう多めに見たってですよ、半分なんですよね。ところが今ね、個人の金融資産って、この前個人っていうのは株式会社も結局株主という個人のもんでありますから、要するに民間の持ってる、ね、資産ですよね。それがどこに預けられているか詳しいことは分かりませんが、1700兆円だって言われてるわけですよ。今村さんのね、個人に預けられて、今村さんはね、1700万円の貯金を持ってる、ね、どういうわけかね、僕にね、500万円の借金をしてるわけさ、はい、それでね、大変だ大変だと騒いで、うんうん、え、私のもう家は崩壊ですと騒いだらさ、行かれてるなと誰だって思うでしょ、はい、思いますね、思うでしょ、はい、結構余裕があるじゃんね、うん、そして今の公共投資の話に戻るけれどもね、はい、僕はいつまでもこれ続くってなこと言わないですよ。経済状態でいろいろ変わりかもしれませんけど、それならね、今こそこういう経済状態の中で、はい、ましてやマイナス金利だと言われてる中で、断固としてかなり大規模なね、要するに国債発行して財源を作って、それで公共投資公共活動をやって、国家の基盤、もっと言うとマーケットの基盤枠組みね、それを安定化させると。世界各国そんなこと直感的に分かりますから、小学生だって分かるようなことですから。とか、どういうわけかですね、我が政府からそんな声聞こえてこない、藤井さん個人から聞こえてくるんだけど、あなたどうなってるんだ。あとはですね、カナダの首相がですね、インフラ投資を GDP 比 1% 拡大するということを言っていると同時にですね、彼はこういうセリフを言うんです。財政赤字を拡大すると、お、非常に立派なことを、はい、言ってて、どういうことかというと、財政赤字を拡大するということは、この不況状況の中では民間がその借金をして経済活動しないというところを政府が肩代わりしてあげると、うん、借金という辛いことを政府がやってあげるということを意味しているわけで、かつ財政赤字を拡大するイコール政府を本当にサイズを大きくするということを言っているわけですから、そうやってあのカナダ経済を支えるんだと、あのカナダ政府の収支は置いといて、カナダ国民がみんな暮らせる一つの家としてのカナダ経済を支えるんだという宣言を言っていると。こういう宣言をぜひ日本でもできるといいのになと。しかも今お聞きしたそのカナダの首相の宣言の中にはね、かつて30年代のケインズが大きな政府財政を論じた時には単なるあの景気対策だったんですよ。いわゆる予備水っていうんですけどね、
ポンプね、パンピングウォーターつって、うん、まずちょこっと財政投資をするとね、それがきっかけ、呼び水になって波及効果でね、民間活動を活発化するという、うん、まあ言ってみれば単なる景気対策としてのことが、まあ少なくとも強調されるようになった。でも今カナダの人たち言ってることは、単に景気対策にとどまらずね、マーケットそのものがマイナス金利に見られるように非常に不安定化し衰弱していくと。でマーケットというものをどう安定化させるか、特にその長期展望をね安定化させ、マーケットに入ってくる人たちの活動力をねいかに高めるかという、もうそういうのも含めてのあれなんですね、財政出動というね、はいはい、国家対策としての財政出動という、はい、みんなそっちに頭が切り替わってるのにね、まあ、日本人も切り替えてる人いるんでしょうけど、藤井さんの他にもね、あの政府の中でもやはり財政政策しかも残されていないと、その中でインフラが重要だということで、例えば安倍総理の6月1日の増税延期の記者会見でも、あの地方創生回廊を作るんだと、地方創生回廊、これあの地方を創生していくための、まあ、都市間の廊下をこう、うんうん、コリドーを作っていくと、あそういう意味か、はい、新幹線ですとか、うん、高速道路を作っていくと、地方創生回廊のイメージなんですけど、これはあの決して安倍内閣で作った地図ではなくて、あの田中角栄さんが日本列島改造論、列島改造論の中で書いた地図をベースにしたもの、実はこのゼブラのところしかできていないと、これ全体の 30% しかできていないと、したがって東京中心にはいろんなところに行けるんですけど、地方と地方の間というものは全然行くことができない、コリドーとしてあのつなげていくというのは絶対に必要であると。それはこの事業をやっていく、公共事業をやっていくときに内需を拡大し、デフレを脱却するということにもなりますし、デフレを脱却した後にはこの出来上がったインフラが国家を支えていく、地方を支えていくという意味で、ダブルの意味で、あのそういうのストック効果と言いますけど、フローのみならずストックの効果どちらもあるという意味で、投資先としてはやはりこういう都市インフラというのは、都市間インフラというのは重要ではないかと。エコノミスト、経済学者、はい、形成催眠の意味も知らない、あれ英語でもそうなんですよね、あれはエコノミーっていうけど、追い越すノモス、ね、追い越すって家って意味なんですよ。もちろんギリシャですからね、奴隷制ですから、奴隷10人50人を含めての家なんですけども、日本語でいうところの家政ね、家の状態をどうするかっていうのは追い越すノモスで、それはエコノミーになった。ところが今の家はね、簡単に言うと国家という家になったわけですよね、国家全体をどうするかっていうのが本当は追い越すのもエコノミーの意味なんですけども、その国家の中のマーケットの、しかもその中でのイノベーション競争という、だからエコノミストの責任と思いですね。世界的に公共事業、これを皆さんやっていこうという雰囲気になっているにもかかわらず、なぜ日本はしてないのか、そういうふうな雰囲気にならないのかといいますとね、やはり日本のエリート層といいますか、まあ、政治家官僚、まあ、マスコミ人、知識人含めまして、いわゆる主流派経済学という、この経済学のですね、悪影響下にあるということなんですね。先ほど先生おっしゃった通りですね、その主流派経済学、基本的にみんな同じ力の人が同じルールで戦わす、それを前提としているんですけれど、現実経済っていうのは力のある人もあればない人もいる、同じルールでやったらどうなるかっていう、そこがですね、分かってないということなんじゃないでしょうかね。競争っていうでしょ、マーケットのもの、競という字、これ同じ字が2つ並んでるでしょ、ね、これ簡単に言うと人が2人並んでるっていう意味なんです。おおよそ同等の力を持ったものが、ね、競争、当たり前で相撲でなぞらえるとね、横綱はせいぜいね、幕内の上位としか相撲を取らないわけ、ね、こっちがバカでかいで、こっちがねバカ小さいですよ、相撲にならない、競争にならないんですね。だから市場競争、市場競争と一口で言うが、その競争の全体はね、あまり大きな格差があっちゃいけないって、競争は成り立たないってね、もうそれに全く反するね、競争論をエコノミストの小さい声で言いますが、バカ野郎たちはですね全然小さくなってないですなってない、なってない大丈夫です。新聞でもテレビでもね、経済局その他にいるね、もうテレビ局も同じですよ、
もうともかくね、バカの一つ覚えるのに、ね、競争の意味も知らずにね、うん、競争競争と言ってるという、そうですね、もうそのね、毒が回ってるっていうのかな、つけを払わされてるというか、はい、大変な状態になってる中で、この方々だけが、はい、本当に今もね、大勝利の主権を張りたいって言ったのに、ただ一人頑張る、孤独に頑張っているという、ね、そういう状態なの。はい、ということで次の週になだれ込んでいきましょう、はい、今週ありがとうございました、はい、ありがとうございました。